横溝聖史、横溝聖史、横溝聖史、1902年、明治35年5月24日から1981年、昭和56年12月28日は、日本の小説家、推理作家である。本名は、同時で、横溝正史。当初は、筆名も同じ読みであったが、孤読した、作家仲間に、横生と、あだなされているうちに、 生死をそのまま筆名とした。兵庫県神戸市東川崎。現在の中央区、神戸ハーバーランド界は生まれ。銀大地光介を探偵役とする一連の探偵小説で有名。また、薬剤紙免許を持っていた。1902年、明治35年5月24日。兵庫県神戸市東川崎。現、中央区東川崎町に、父、義一郎。を、 母、波間の三男として生まれる。父親は、岡山県浅口郡船尾町、現、倉敷市柳原出身。翌日の旧暦5月25日が、楠木正重の命日にあたることから、正島までとって命名された。1920年、大正9年3月、神戸日中、現、兵庫県立兵庫高等学校を卒業、第一銀行神戸支店に勤務。 1921年、雑誌、新青年の検証に応募した、恐ろしき4月馬鹿、エイプリルフールが入選作となる。これが諸女作とみなされている。1924年、大阪薬学専門学校、大阪大学薬学部の全身校卒業後、一旦薬剤師として、実家の着薬や、春秋道に従事していたが、1926年に、 江戸川乱歩の招きに応じて、状況、博文館に入社する。1927年に、新青年の編集長に就任。その後も、文芸クラブ、探偵小説等の編集長を務めながら、創作や翻訳活動を継続したが、1932年に、同志が廃刊となったことにより、同社を退社し、専業作家となる。1934年、 昭和9年7月、肺結核の悪化により、長野県八ヶ岳山麓での療養生活、富士見高原療養所を余儀なくされ、執筆もままならない状態が続く。1日あたり3から4枚というペースで書き進めた、渾身の一作、鬼火も、当局の検閲により一部削除を命じられる。また、戦時中は、探偵小説の発表自体が制限されたことにより、時代劇、 鳥物町シリーズ等の執筆に重点を移さざるを得ないなど不遇な時代が続いた。太平洋戦争の開戦前後、1941年6から12月には横溝唯一の長編過程小説とされる雪割草を地方紙片毎日新聞、途中から新潟日日新聞に変更に連載したことが2017年末に明らかになっている。 推理作家としての活動が制限されたため、経済的にも困窮し、一時は本人も死を覚悟するほど病状が悪化したが、終戦後、治療薬ストリプトマイシンの急激な寝崩れにより、解放に向かう。1945年、昭和20年4月より3年間、岡山県吉備郡麻備町岡田、現、倉敷市麻備町に疎開、第二次世界大戦終戦後、 推理小説が自由に発表できるようになると本業を発揮し、本格推理小説を続々と発表する。1948年、本人殺人事件により、第1回探偵作家クラブ賞、後の日本推理作家協会賞長編賞を受賞。同作は、デビュー後25年目、長編としても8作目に当たるが、次戦ベストンとされるものも含め、 代表作と呼ばれるものはほとんどこれ以降、特にこの後数年間に発表されており、同一ジャンルで書き続けてきた作家としては異例の遅咲き現象である。やや地味なベテランから一挙に乱歩に変わる日本探偵小説界のエース的存在となった。人気が高まる中、骨太な本格探偵小説以外にも、やや通俗性の強い長編も多く執筆。 四紙同時連載を抱えるほどの売れっぷりだったが、1960年代に、ハイリ松本清張などによる、社会派ミステリーが大すると執筆量は、急速に減っていった。1964年に、コウモリ男を発表後、探偵小説の執筆を停止し、一時は、数点の再販や、人形さ7、鳥物帳のみが、書店に残る存在となっていた。 1968年、講談社の週刊少年マガジン市場で、八つ墓村が漫画家、連載、作画、影丸状なりされたことを契機として注目が集まる。同時に、江戸川乱歩、夢の旧作らが異端の文学としてブームを呼んだこともあり、最初の全集が講談社より1970年から1976年まで刊行された。また、 1971年から八つ墓村をはじめととした作品が角川文庫から刊行され圧倒的な売れ行きを示し角川文庫は次々と横溝作品を刊行することになる少し遅れてオカルトブームもあり横溝の人気復活もミステリーとホラーを融合させた際物的な側面があったが実際には横溝は頂上現象的な内容はほとんど書かない 映画産業への参入を狙っていた角川春樹はこのインパクトの強さを強調、自ら人頭指揮をとって角川映画の柱とする。1974年、角川文庫版の著作が300万部突破。1975年、角川文庫の横溝作品が500万部突破。1976年、角川文庫の横溝作品が1、000000 000 000。 ブを突破。1979年、角川文庫横溝作品4、レーレレ,レレレレレレ、ブ突破。1975年に、ATG が映画化した、本人殺人事件がヒットし、翌年の、犬神家の一族を皮切りとした、石坂浩二主演による、映画化、石坂浩二の近代一孝介シリーズ3章、古谷一光主演による毎日放送でのドラマ化。 古谷一行の近代地康介シリーズ参照により、推理小説ファン以外にも広く知られるようになる。作品のほとんどを文庫化した角川はブームに満足はせず、さらなる横溝ワールドの発展を目指す。70歳の坂を越した横溝も、その要請に応えて、驚異的な仕事量をこなしていたとされる。1976年1月16日の朝日、 新聞勇刊文化欄に寄稿したエッセイ、クリスティと私の中で、前年に、田中、平くし連中のこと先生には及びもないが、せめて成田やクリスティ、アガサクリスティというザレ歌を作ったと記している。別のインタビュー記事では、田中さんとなっている。田中が100歳の誕生日に30年分の木工材料を買い込んだというエピソードを聞いてのもので、あ。実際に、 この後期の執筆活動により中絶していた仮面舞踏会を完成させ続いて短編を元にした名誉層の三劇近大地光介最後の事件病院坂の首くくりの家エラリークイーンの村物に対抗した悪霊島と七十代にして四作の大長編を発表している仮面舞踏会は社会派の影響を受けてか抑制されたリアルなタッチ続く二作は ブームの動向に応えて回帰色を強調。悪霊島は若干の現代色も加えるなど晩年期ですら作風の変換に余念がなかった。また、小林信彦の横溝静史特本などのミステリー研究の対象となったのもブームとは無縁ではない。1976年、昭和51年君山三等随法省受賞。1981年、 昭和56年12月28日、結腸癌のため国立病院医療センターで死去した。海妙は正常心因小学分動を得たつ子児。横溝は、閉所恐怖症で、大の電車嫌いであった。電車に乗る際は必ず酒の入った水筒を、首から下げ、それを飲みながら、電車を乗り継いだ。児には、妻と共に乗ることもあったが、その際には、妻が、 横溝の手をずっと握っていないとダメだったという。執筆に行き詰まった際には編み物をして、気分転換をしていた。また、プロ野球、近鉄バファローズの大ファンであった。温厚で誰に対しても選べることのない人柄は、ブームの中でも好感を持って迎えられ、また膨大な再刊、映画化が角川春樹事務所が管理していたとはいえほとんどスルーで、実現する現象になった。 多忙期に乱作したような作品も含め片っ端から文庫に収録されるので心配した友人の西田正春らから忠告を受けまた自身もおいおい気恥ずかしくなってええ加減にしてくださいよこれ以上出すとオタク角川文庫の保険に関わりますよと指示込みしたが角川春樹に押し切られその結果自身が最低と決めつけている作品でも出ると売れたことから 最高と最低を自身で決めることは戦場の沙汰ではないか読者諸見の審判を待つべきであると割り切ることにした。また、晩年も酒を欠かさず、時折乱れて妻を困惑させる様は交換日記にそのまま記されている。近年復刊した小林信彦の横溝静史特本でも触れているように、横溝は雑誌新青年の編集長であった。月刊誌であり、 文芸史でもあった、新青年は、この時期の分断を含めた、文化人、例えば、モタ武タも、新青年へ寄稿していると、クロスオーバーする存在であり、横溝はその中心人物の一人でもあった。戦前派作家の唯一の現役生き残りであった、しかも晩年に突如空前のブームを迎えたこともあり、困窮死病に付した往年の作家仲間に援助したり、 再刊の口利きをしつこく頼んでくる遺族に可能と抱く、応対したりする様子も、交換日記に控えめに記されている。昭和モダニストの足並み程度であるが、クラシック音楽を好んだ。一般に、土俗的な舞台が多いとされる、横溝作品の中にも、悪魔が来たりて笛を吹く、仮面舞踏会、蝶々殺人事件、迷路僧の劇など、 クラシック音楽絡みの長編も複数ある。その影響か、長男の横溝良一は、東京新聞記者を経て、音楽評論家として、重きを成している。旧生直前のバス歌手、大橋国一との対談、審判全集収録は良一がセットした。東京都世田谷区成城にあった、横溝の書斎、1955年、昭和30年頃建築は、 山梨県山梨市に移築され、2007年、平成19年3月25日より、横溝静止館として公開されている。金大地光介が登場する作品は、長短編合わせて77作、中絶作品、ジュブナイル作品等を除くが確認されている。探偵、金大地光介は主に、東京周辺を舞台とする事件と、作者の疎開先であった。 岡山など地方を舞台にした受験で活躍した岡山県以外では、作者が戦前に天地療養生活を送り、戦後安倍荘を所有していた長野県や静岡県の事件が多い。前者には戦後都会の大敗や盗作的な性、後者には田舎の飲酒や血縁の因縁を軸としたものが多い。一般的には後者の作品群の方が評価が高いようである。 前者はクラブ雑と呼ばれる大衆誌に連載されたものが多く、発表誌の性格上どうしても戦場性が強調されがちである。外見的には怪奇色が強いが、骨格としてはすべて論理とトリックを重んじた本格推理で、一部作品で装飾的に用いられるケースを除いて、超常現象やオカルティズムは排されている。このような特徴は、 彼が敬愛する作家ジョン・ディックスンカーの影響であるとのこと。また、薬剤師出身であるにもかかわらず、理科学的トリックは意外に少なく、毒殺の比率は高いものの役名があっさり記述される程度である。一旦発表した作品を開講して発表するケースも多かった。通常このような原型作品は忘れられるものであるが、近代地光介シリーズについてはそれらの発掘。 観光も進んでおり、人気の高さがうかがえる。創作した探偵役は他に、ゆりりん太郎と、三井俊介、鳥物町には、人形さ七、お役者部七を主役とするシリーズがある。近代一物以外で重要なのは、戦前に発表された、鬼火、蔵の中、カイヤグ物語などの短美的中短編、江戸川乱歩に、横溝探偵小説の一つの頂点をなすものかも、 知れないとの惨事をよられた、戦前の長編、新十郎、探偵役は、ゆりー凛太郎、坂口安吾に、世界的レベルの傑作と激賞された、終戦直後の純謎解き長編、蝶々殺人事件、探偵役は、ゆりー凛太郎、探偵小説、カメレオン他戦後初期短編など。また、昭和初期に書かれた、洒落た中に、一末の哀愁を称えた、 都会派コントの数々は、新青年編集長として、昭和モダニズムの機種であった溝の一面をよく伝えている。ユーモアのセンスは、後年の長編にも、近代地のキャラクターをはじめ残されているが、戦後にも今日のバカミスの演奏とも言うべき、びっくり箱殺人事件という前編田畑に終始する、異色長編がある。1980年から、角川書店の主催による、 長編推理小説新人賞、横溝静止ミステリ大賞が開始されている。2006年6月、東京、世田谷の横溝邸から未発表の短編、霧の夜の出来事、井上家の一族などの生原稿をはじめ、横溝が小説執筆の資料に使っていたと思われる文献など、貴重な所蔵品が発見された。これらの所蔵品や資料は二小学者大学が保管し、 一般公開されることになっており、前述の雪割草の掲載媒体や文面を再発見したのもに小学者大学である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。